レジャース、レジャー暇です。前回はですね、まあ声優のまあ2組がね、2組が、まあ、頑張ったという時代もあったということで、林原めぐみとトゥミックス特集いたしました。まあ、あれはあれでシリアスな感じでしたけどもね。じゃ今回これはこれですごいです。あの平成時代といえばこの音楽家しかいないっていうね人いるじゃないですか。あの方のつい登場ですよ皆さん。はい。平成を引っかき回した小室哲哉ですね。小室哲哉というのはもう本当に平成時代を語る、平成時代を語る上で絶対必要な人です。この人は小室哲哉です。あれこれ違うじゃんこれ、ちょっとえこれ違うよ、これ T 木村じゃんこれ、違うよもう、これ木村拓哉、違う木村拓哉、違うもん、木村拓哉じゃない、木村拓哉って坂内だ、あのムーブの人です、ムーブの人、違いました、この方が小室哲哉ですね。いやーこの人すごいですよね、平成時代で絶対必要な人ですから、この人はね、ぜひとも覚えていただきたいと思っております、よろしくお願いします。ではまず小室哲哉の昭和時代ですね、どういう出身で、どういう生まれでというような、ちょっと今からやろうと思っております、よろしくお願いします。はい、ちなみに今回経省略です、今回も経省略ですね、はい、よろしくお願いします。まず生まれから小室哲哉、1958年東京生まれですね。83年 TM ネットワーク結成しました。だからもう大学卒業してからですねこれね、はい、で80年にデビューしますね。ちょっとすごいですね、1年間でデビューしたってわけで、それもすごいですよね、まあ、よっぽど才能があったとしか言わないですね。そしてここの日から、このデビューの日から TK 伝説、小室哲哉伝説の劇場の開幕であります。わーガヤガヤ、はいですね。一応まずね、一応 TV ネットワーク時代は昭和時代のまあデビューなんでね、軽くね、昭和時代どの曲が流行ったのかってことだけおさらいしましょう。平成になるまでの代表曲、セルフコントロール、コモンレッツダンス、ゲットワールド、この曲はですね、シティアハンドの曲ですね。ほんと昭和末期のね曲です、ほんとにもうほんと割り頃だ。でも実際これ聞いてみたら分かるんですよ、これね昭和時代感じない、ほんとにねもう近未来の曲なんで、これ一回聴いてください、本当に。本当にいい曲なんだ、という。まあ、ここまでは昭和時代です。こっから平成ですんで、こっから本番です。平成時代、のっけからこれです。まあ、これはもうね、90年だからっていう理由なんです、これね。90年、平成2年、TM ネットワークは、名言語、TML です。ネットワークが L になりました。これね、実は、爆風スランプとか、シャギアンドアスカとかも実は横文字っていうか、まあ、ローマ字表記に変わったんですよ。だけど、この人たちはもともとローマ字表記なんですよ。だから、なんか知らないけど、TMN って表記もしてました。で、当時、TMN に変異変更した瞬間に、TM ネットワークって言ったら古いって言われました。言われました。で、そんな時代でした。まあ、当然、略称は TM です。はい。でですね、じゃん。ね。まあ、皮切りのナンバーということで、タイムトゥーカウントダウン。この曲すごい曲なんですよね。タイムトゥーカウントダウン、風の中、ウォーウォーウォー、裸でっていう曲なんですよ。で、僕はでもね、この名ナンバーって言われてるラブトレイ、こっちは一応ね、TM ネットは、TML になってからの、まあ大曲歌われてます。ラブトレイ、戻れないっていう曲ですけど、まあ僕は、ただ、これいい曲だと思うんですけど、いいと思うんですけど、僕はどっちかというとこの曲らしいですね。こっちの方が。これ、ちょっと本人の曲聴いてほしいですね。動画の中でね。多分アップされてると思うんで。で、せっかくね、TM ネットワーク、TMN に変えたんですよ。4年後です。たった4年後。TM ネットワーク、TMN。プロジェクト終了。終了解散じゃない。終了。過去に YMO が3回って言ったような感じの終了です。多分。解散じゃないよ。終了だよ。みたいな。そんな感じでございます。一応この終了の時のラストシングルと言われたのが「ナイト・オブ・ザ・ナイフ」「ハイウェイ・ガビルの谷間をすり抜けていく」っていう曲なんで、バラードナンバーなんですよ。この曲なんでぜひも聴いてください。ね、でこっからですね、一応小室哲哉が本格的に動き出しましたよ。皆さんお待ちかねの本当に伝説のこの時期がやってきました。です。はい。
知らない人がいないプロデューサー、小室ファミリーの時代がやってきます。小室ファミリー。これね、この当時ね、僕は聞いてなくてみんな知ってましたよ、これ。小室ファミリーっていうのは。小室ですから。小室、これが知ってましたからね、皆さんね。やっぱその、プロデューサーが、表にガーって出てくるってこともあんまなかったし、っていうことですよ。ということで、プロデューサーはだって、その人の楽曲を弾くために、楽曲歌うために自分が弾きに行くっていうことはなかったです。この人はそれは、その前がやってたんですよね、そういうこと。だそれを貫き通した結果、小室ファミリーが登場したと。小室ファミリーの全盛期がやってました。どんなのがいましたかってことなんですよ。一応、今回3つだけ、その前に、すいません。この時代のこと言います。この時代の名前は、小室時代と言います。前回ですね、こういう名詞って言いましたけど、小室。その、時代時代で名前ってあるんですよね。例えば、平成初期にあったのは、基本的にバンドブーム、バンド全盛期ってあったんですね。あの頃あったのは、イカスバンド天国のイカ天世代ですね。イカス、そう、それでさ、で、その後に出てきたのが B グラムっていうのがありまして、B グラム、ザードとかワンズとか、B グラム世代でありました。その後に出てきたのがこの小室世代。後々ツンクとかいろいろいますけど、ちゃんと固有名詞で、これ、一曲単に、一曲単でこうやって言われるのは、小室時代だけなんですよ。いかにすごい活躍したかってことをこれで伺わせると思います。お待たせしました。代表的な小室ファミリー。TK ブルース代表曲。TRF。イーチェードクターズイーチェードクターズイーチェードクターズですね。はい。ですね。あと、次は、Can You Celebrate ですね。はい、こちら。Can You!これ、アムロじゃん。これ、アムロ取るよ。違うよ。はい、これ、カタカナのアムロってこれ。これ、違うじゃん、全然これ。ひどいな、もう。ごめんなさいな、なんかもう。すいません。この人がアムロナミです。ね。キャンセレブレーキャンキスミーズなんですね。はい。で、この HM ルーティン。これがね、すごいんですよ。ダウンタウンの浜田雅俊と小室が組んだっていうね。もう、これがもう、なんでという二人ですけどね。ウォーウォーテナイト。ウォー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 テナイトですね。はい。この曲に関しては、僕もここに書いてあるボーカル浜田雅俊ですけど、これお笑いの人が、これダブルミリオン言ったんですよ、この曲では。ダブルミリオン言ったんですけど、これほど売れた曲なかったって、本当に、未だに芸人の中ではトップのセールスなんですよね。多分これ、今後出てこないと思うんだよね。はい。っていうことなんですけどね。実際ね、こういう時代もあったんですよ。それこそ小室哲哉一人で1億円稼ぐとかさ、そういうの当たり前にありますからね。黙ってれば多分ね、はい。で、ですね、皆さん、こっからです、皆さん。こっから時代が変わります。今まではこうなりました。もう、あれですよ。祇園精舎の鐘の声とか、そういう、平家物語の世界ですよ、もう。諸行無常の響きありね。諸行無常来ます。じゃん。0年以降、全盛期の勢いが嘘みたい。この人、実は TM ネットワーク時代に一度結婚してないんですよ。二度目の結婚ですね。しまして、これはもう授かり婚なんですよ。授かり婚してないけど、速攻離婚します。小室。なんだよ、もう。だからもう、稼げなくなってから結婚するといいことないんですよ、もうこれね。はい。で、しかもね、こういう、だから、売れなくなっちゃってるってことは、もう CD 自体がだってもう、90年代よりも、半分以下の売り上げなんて言われた時代ですから、これはね。これはもうね、ニュースにもありますよ、これ。CD が売れなくなっちゃったってね。まあ、時代のせいでありますけど、ただこれ、ちょっと書きました。TM ネットワーク実は99年に再開してるんですよ。だけど、言うほどね、笑いなかった。悲しい小室、どうしちゃったんだ。ね。で、こういうふうに、大きく言ってあります。これね、この男、小室哲哉はね、売れなくなったからね、今離婚したじゃないですか。離婚して子供いるじゃないですか。子供のために大きく、これ払ってなかったんですよ、この人ね。金がないからっていう理由ですよ。あ、もともとだからね、浪費がすごかったんですよ。だって、運億円のフェラーリ買おうした。そりゃ、レーシングカーね、そのレーシングカーね。買ってましたからね。ほんと、バカな男ですよね、そしてね。で、実際ね、小室哲哉がいろいろと事業をね、それこそ CD とか作ったりいろいろやったんですよ。香港に会社出すからやったんですよ。その結果、会社出したわけですよ。儲かったからね。ここにも浪費癖が出てます。ね。お金を出しました。でも儲かりません。いたらなし。
おうおうおう、そう、ほぼなしですこれね。だってこの総出力見てください、70億円となります。70億円ですよ、70億円ね。こんなのあるかっていうぐらいの価格ですよ。これはひどい。70億円で言ったけど、僕も何が何だか分かりません、これ。どう説明したらいいのか、これ本当に分かりませんけどね。で、こんな借金だったんですもん。小室哲也、バカなことしました。本当にバカなことしました。いいですか皆さん。この事件、覚えてますか ?10 年前ですよ。はい。2008年、ついにやらかす5億円詐欺事件ですよ。5億円詐欺事件。まあ一応簡単に説明します。小室哲也自身の楽曲の権利は実はですね、その当時もう8年の時点ではもうだから、いろいろだから、売ってって、売りまくって、自分の曲の権利まで売っちゃったんですよ。で、それだから、当然 APEX にね、まあ、嘱託というか、まあその委託というか、してた状態なんです。だから自分のものじゃなかったんですよ、自分の楽曲が一部ね。いや、ほとんど。ほとんどですけど。で、APEX に渡っていたんです、これは。それで、いうことによって、それこそ、何十億っていう借金は抑えられたものの、まだね、5億円残って、5億円で、まあ何億円か残ったんですよ。で、その、詐欺することによって、そのお金を、借金に当てようとしたこの男。ね。だからほら、結局 APEX になんかその自分の楽曲の権利があったのに、売りつけようとしちゃったんですよね。ね。他の人に。当然これね、他の人怒りますよね。で、結局、申し訳ないってことで、弁済額いろいろ言ったんですけど、小室は全く払わなかった。払わなかった、払わなかった結果どうなるか、皆さん、分かってると思いますけど、これ。見てください、これ。小室哲也、逮捕、バカ野郎、何やってる、小室哲也。ねえ。あ、でも、ドロップアウトとか、もう失墜とか、サッカーとか。バカですよ、この人、ほんと。消費癖がここまでいっちゃったわけだ。情けない。小室哲也、君は何やってるんだ、本当に。で、一応この後ですね、裁判になりまして、まあ、保釈されて、まあ、裁判になって、一応だから、保釈金というのは当然、まあ、仮釈されて、まあ一応、その、裁判とかになるわけじゃないですか。この間に一応ですね、こうなります。裁判で決まった、保釈金額ですね。保釈金額こちらです。まあ一応これです。保釈金含めまして、被害弁済額。だからその、さっきの詐欺の、含めまして、全部含めて、この金額。ね。6億5千万ですよ。6億5千万円。結局ね、小室って、捕まってから、仮釈されてから、それこそあれなんですよね。まあ、自分の家にある家具とか、家電とか全部、まあ借金の当てになっちゃって、自由に使えなくなっちゃったわけですよ。そういう状態になったわけです。まあ一応6億5千万円っていうことで、借金で言ってますけど、まあ、弁済額って言ってますけど、しかし、ここで救世主が現れます。小室哲也のところにはさっき言って出てましたね、APEX。APEX の社長。ね。松浦社長ですね。松浦社長がですね、APEX 社長がですね、この6億5千万をすべてポケットマネーで貸し付けました。もう何やなんだわかんないよ、本当にもう。なんでこの結局持ってるのポケットマネーで、この人。すごくないですか、これ。ねえ。だって、全額貸し付けたんですよね。いや、それも思い切りもすごいね。もう金持ち違うなって話だと思ってますよね。いや、実はこれね、松浦社長的にはね、これなんと理由があったんです。この理由はね、またね、この人いい人なんですよね。ちょっと見てください。これ実は小室哲也と、まあ、仮釈されてから、まあ、保釈金払ってから、小室哲也と松浦社長が対談したんですよね、ネットの企画で。で、インターネットの企画で、こうやって、小室哲也の、6億5千万貸したい理由をこうやって言ってます。小室さんがいなかったら、APEX は、今の APEX は、なかったですから。でも、小室さんがいなかったら APEX なかったと。だから、APEX もだけど、音楽業界に対する貢献度が高い君だと言ってるんです、これ。だからこうしたんですよ。いや、これ、思い切ってんだと思いましたよ。いや、俺本当にね、APEX社長本当にね、ただ調子に乗ってるチャラ男と思ってました、この前では。なんだ、この人、泣かせんじゃないかと、本当に。いい人ですよね、本当にね。まあ、そういうこともありましてね、すべて、松浦社長のおかげで、この人、ね、10年以降ね、ちゃんと TM ネットワーク、それから楽曲プロデュースをね、見事に再開します。ね。
最初再開だと思ったけど、再災害かなと思って、まあ、再災害としました。まあ、それこそ、TM ネットワーク終了してから、まあ、99年再開して、これ3回目ですね。再生回。まあ、多分、プロデュースもまあ、似たようなもんなんで。で、だからもう、真面目やったってことですよね、真面目にね。奥さんもだって、この10年が、10年以降ですね、まあ、通られます。グローブって、小室哲哉が別にやってるユニット、恵子さんっていうね、もう、名ボーカリスト、本当にハイトーンのね、もう、すっきれいなね、声の綺麗なボーカリストね、奥さんですけど、倒られましてね。僕もおかしくてね。多分疲れたと思うんですよ、この人のせいでね、全部ね。このせいで。だけど、それから小室は真面目に働いてるってみんな思ったんですよ。ね。いや、小室変わったな、いい人だなってみんな思ってましたよ。はい、まだあります平成の終わりにまだ続きます、これ。バカ野郎って言ってください。もう行きますよ。じゃん2018年小室哲哉不倫疑惑報道どこにの暇あんだよ曲作らなきゃいけない、曲作らなきゃいけない、奥さんの面倒見なきゃいけない、 TM ネットワークもやってる、どこにこんな暇あったんだこの男は何やってんだ本当に、どうしてそこまで同じ就職するんだこの男は、ピカソかよ何もね、で、しかもね、これ報道して、報道があって、まあ、記者会見したんです、この人ね、一人で。それをね、朝に認めちゃったんですよ。やっちゃったのか。男ってさ、なんて思いながら、聞いてたら、この人、その、記者会見の時にね、思いがけないことを言ってきました。誰もが耳を疑いました、これは。はい。私、小室哲哉は、責任を取って引退します。引退するんすかっていう、本当ですよ、引退って言っちゃいましたよこの人、本当に今引退しても本当にこの人全然何もやってないですよ、なんだよこの情けねえマジで、もうここまで引っ掛け回してさ、これで平成終わっちゃうんですよね。だってラストアイドルって小室哲哉が今やってる、まあ当時やってたアイドルがいて、ちょうどそろそろ売れるんじゃないかってとこまで来たんですよね。そろそろブレイクしかけたところで、引退ですよ。まあ今はラストアイドルやってるけど、そんなにね、日の目で見てなくて、何やってんだよ、お前がいなきゃどうせあいつらもう立たねえよっていう話ですよ。はい。で、さすがにここでね、一人の男はですね、嘘だろうと言ってきた男がいます。あの、名音楽家、YOSHIKI が、もう待ってくれ小室さんと言ってきました。なんで YOSHIKI かというとね、私ね、小室と YOSHIKI が V2 っていうねバンドというかユニットとかやったんですよ。で、もうそれも30年ぐらい前、90年とかですね、背徳の瞳っていう曲があるんで、これですよ、また一回聞いてます。でこの二人だから、それからの仲なんですよ本当に。まあその前からまあ仲いいですけどね。で、まあ YOSHIKI はね、最後の辺はね、小室のね、引退をね、何度か引き止めようと思ったんです、その最後の最後まで。で、一度会ってくれって言われて、本当にね、この人ね、ロスに住んでるんですけど、ロスから駆けつけて日本に、小室哲哉のためにね、小室一回会わせてくれって言って会ったんですよ。でも小室はね、もう決意が固くて、さすがにね、遠出したけど、こう困惑しまして、YOSHIKI。一応ツイッターでね、こんな名言がある。これ名言です、これ。小室に対して、小室さん、YOSHIKI が言いました。小室さん、いろんな意味で、お辛いでしょうか、頑張ってください。音楽家は永遠に音楽家ですからと。これ、音楽家は永遠の音楽家、これ、小室に対するその YOSHIKI の言葉としてものすごい深くて、YOSHIKI いいこと言ったなと思いましたよ、本当に。さすがですよね。この人だって実際ね、首が今痛くて、もうこれ以上、ほんと首の、だから毎回ムチ打ちになってるんですよ。ドラムの、あれ、こうやってヘッドバンやってる、こうやってヘッドバンやってるから、ヘッドバンやりすぎてもう首いかれてるんですよ。だからもうドラム叩けないよって、次叩いたらもう次ないよって下に言われてるんですよ。だから今ピアノやってますけどね。だけど、その満身創痍のこの人が、わざわざ小室に会って、もうまあ満身創痍だったからどうとかではないけど、そういうことを言う、まあ実際あったのに、っていうことですよ。まあ、他に YOSHIKI も本負けしたからこういう言葉になったと。
いやー、小室、俺は疲れたよ。小室のせ、小室のね、説明するだけで疲れちゃったよ。これで終わりです。やっと終わりです。はい。3回もありますよ。3択問題。いきますね。問題！先ほど出てきました TM ネットワーク。小室哲也が昔組んだ TM ネットワークですね。TM ネットワーク、TM とは何でしょう？ 1 番。これね、小室哲也が、多摩出身。まあ、TM ネットワークの3人が多摩出身なんですよ。まあ、東京の西ですね。はい。西の多摩出身なので、多摩。2番。まあ、その自分の曲がタイムマシーンのようにこう行き来してってほしいということで、タイムマシーン。これはもうさすがに、これはもういろいろ曲作ってて、当然これ叶ってますからね。はい。で、3番、トゥーミックス。トゥーミックスってこれ実はね、元は音楽用語で、2つの音をミックスするっていう、その、アレンジの時のいろいろとなんか、レコーディングの時にミックスするっていうのはトゥーミックスって言います。これは別に、別に、ユニット名が、きっかけで できた言葉じゃないんで、トゥーミックス。はい。ということになります。ということで、やってきました。次回行きましょう。次回ね。これまた、アニメソングの方に戻ります。はい。水木奈々がもたらしたもの。ね。ね。声優軍団がオリコンに殴り込んできました。これは、ものすごいことになりましたが、水木奈々の一人の実力がいかにすごかったかってことで、次回お楽しみに。シーネクストカバー！あ！ええ！しっかりよ、これ。字違うじゃんよ。何これ、ちょっと意味わかんないけど、ちょっと。ちょっとどうしよう。ありえねえ。